皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは授業を始めます。前回南北朝の話を仕掛けましたけども、続きということで南北朝2、解説していきたいと思います。このお手元にね、天皇の国史ある方はご用意ください。今日はこの346ページ南北朝時代のところを読んでいきます。あとね、不合格教科書、こちらもですね、ぜひ用意してほしいと思います。まあ、将軍の系譜とかね、あとはその室町幕府の仕組みなんかもここに図解して書いてありますからね、参考にしてください。はい、それでは読んでいきましょう。南北朝時代のここですね、まずは観音元年の話が出てきますよね。はい、観音元年、観音の上覧とありますけれども、あ、観音小説の観音じゃないですからね、字が違いますからね。観音ってのは元号です。観音元年1350年、観音の上覧、これがですね、またこの南北朝の動乱のに入っていく話なんですけども、もともとね南北朝で分かれてるんですけど、ここでですねかなり激しい、駆け引きやり取りが行われるきっかけになったのが観音の上覧です。この上覧というのは、揉め事という意味なんですけども、河野師直というね、初代将軍尊氏の、執事ですね、この人と足利忠義、これは尊氏の弟です。だから尊氏の執事と尊氏の弟の喧嘩なんですね。はい、でこれはですね、幕府を二分割した大きな揉め事になります。でどんなことが起きたかと言いますと、ここに書いてあるので、これすっきり解説してあるので一応読んじゃいましょう。はい、この構想は足利勢力を二分した大規模なものに発展、政争に敗れた、忠義は南朝に帰順し、ここが厄介なんですよ。この政争に敗れたこっち側ね、足利忠義の方は南朝の方につくんですね。いや、要するにこのもう南北朝というのは朝廷のね、こっちが正統だ、こっちが正統だっていう朝廷同士の、この駆け引きではなくだけではなくて、このね、だから室町幕府の一部は北朝につく、室町幕府の一部は南朝につくっていう、もう代理戦争みたいな感じになっちゃってるんですね。はい、朝鮮戦争みたいな代理戦争、朝鮮戦争というのは、南と北との、そういう戦争という形になってますけども、結局はアメリカとソ連との代理戦争でしたよね。南を助けたのはアメリカ、北を助けたのがソ連で、北が危うくなったらじゃ中国がシャシャイ出てきてっていう感じでしたよね。そんな風にですね、この南北朝というのも、結局室町幕府が2つに分かれ、その代理戦争という形で逆にこの今度翻弄されることになっていくんですね。はい、そこで、このね、敗れた方足利忠義が南朝方に帰順した。そこでですね、どうしたかというとですね、今度尊氏と忠義の兄弟喧嘩になるわけですよ。尊氏は北朝が後ろ盾になっています。で弟の方の忠義は南朝方につきますよね。はい、そこで尊氏はこれはまずいなということで、この後村上天皇と和睦をするんですね。弟こっち担いで自分はこっちっていうことになると、これこの構造をですね壊そうとするんですね。そこで尊氏は後村上天皇と和睦します。この時年号を変えるんですね。昌平というですね、なんか名前みたいですけども、昌平という猫書いてあります。要するに南朝北朝でそれぞれ別の元号を立ててるわけですよ。だから尊氏がなんとかもう南朝と和睦 しようと、このね忠義をやっつけるために、ここが後ろ盾とするのを自分が仲良くなっちゃえばいいわけですから、そこで足利が、こいつ本当に小沢一郎みたいにね腹黒いやつなんですよ。もうね、なんていうのかな、理念も何もないんですね。どうしたら自分が有利か不利かでもってどうにでも立ち位置を変える、そういう人物なんですね。そしてじゃあ南朝のと和睦して、南朝の元号である昌平というのを用いようということなので統一するんですね。そして今度北朝の院政を停止するんですよ。ちょっとこれ消しちゃった。そういうですね、今自分がどう振る舞ったら有利かみたいなことを計算高い人なので、
そんな風にして 北朝の院政を停止し、南朝の言語を使う、そんな風にしてですね、まあ、弟との構想を有利に展開しようとしたということで、このようにですね南北朝翻弄されていきます。はい、そこでですね、後光厳上皇、もうすでにですね、もう光明天皇に移ってから、まあ、任命されているわけなんですけど、高氏がね。で、光厳天皇はまあ上皇になっているわけです。光厳上皇の院政を停止します。そして、さらに言うと、北朝三代の始皇天皇ですね。院政が停止され、もうすでに始皇天皇が成立しているんですけど、ここが廃止されるというですね。はいはい、まあ、そこまでされてしまったということです。そしてですね、まあ、始皇天皇が廃されたと。でその後なんですけども、結局この河野諸直というね、こちら尊氏の執事の側が、まあ、忠義に討たれるんですけれども、忠義自体弟の方はこの尊氏に逮捕されるというですね、まあ、結構混乱した、経緯をたどります。さらに言うとですね、この忠義は幽閉先で殺されています。まあね、あの頼朝と義経もそうでしたけども、尊氏と忠義兄弟ですけどもね、骨肉の争いになっちゃうんですね。で忠義は殺されます。はい、でまあ普通ですね、幕府がこう分割して争うと幕府自体の権威が落ちていくんですけれどもね、ここでですね、まあ、南朝の軍隊、後村上天皇はどうしたかと言いますと、これ吉野に本拠地を置いてますよね。後醍醐天皇の後を継いだ息子が、後村上天皇ですけども、これチャンスと、これ南朝にとってはですね、これ結構チャンスが訪れてるわけですね。そして南朝軍は、だから後村上天皇がですね動いて京都を制圧するんですね。はい、そしてまあ後醍醐天皇から光厳天皇に神旗を渡すんですけども、以前やりましたけどね、鎌倉時代の時にやりましたけども、神旗は渡すんだけども偽物ですって後で言い放つんですよ。あ、これ三春神旗ですからどうぞっていう時に、後で打つとピョンする偽物だよって話になったわけですね。で三春神旗は南朝が持っていますよと。そして、まあ偽の三種の神器を渡すんだけども、後村上天皇が京都を制圧した時に北朝が持っていた、まあ、つまり後醍醐天皇から渡した偽の神器までも南朝を回収してしまうんですね。だから本物なのか偽物なのか、まあともかく偽物だと言われたものも南朝が回収してしまうわけなんですよ。そこで何が起きたかと言いますと、光厳上皇と光明上皇と始皇上皇ですね、だから123ですね、123、3人の上皇が逮捕されます。後村上天皇が連れ去ってしまうんですね。最初は、岩清水八幡宮に立てこもるんですけども、その後、まあこれはまずいということで劣勢になったので、そのまま吉野の方の吉野の阿能というところにですね、南朝軍は引き上げるんですけども、ですからこの3人の上皇が、吉野に監禁されるというですね事態が起きるわけですね。はい、まあですから、後村上天皇は京都を制圧するんだけども、一歩下がって岩清水八幡宮、その後吉野に戻る、要するに北朝軍が盛り返してきたということなんですね。でそうなるとですね、もう北朝方の皇室というのは跡形もなくなってしまったんですよ。まずね、ほら、だから、尊氏がね、この官能の上乱で自分を有利に導こうとして、このね弟の忠義に好きにさせないぞということで南朝と和睦したもんだから、ですから後村上天皇がいて、でこの3代始皇天皇が両立していたんだけども、始皇天皇廃止してしまったわけですね。で上皇も廃止してしまったわけですよ。でそこへ持ってきて後村上天皇が京都を制圧して、上皇3人連れ去った上に、はい、三種の神器までね、偽物と言っていた三種の神器まで回収してしまった。もうペンペン草も生えないみたいになっちゃったんですよ。天皇不在、だから北朝は天皇不在、上皇不在で偽りと言われていたけども、一応形だけでは、形だけはあった三種の神器もなくなってしまった。まさに本当ペンペン草も生えない状態になってしまったんですね。つまり尊氏は自分を有利にしようと思って南朝と和睦した結果、自分の後ろ盾となる北朝をですね、ほとんど滅ぼしてしまったわけなんですね。バカなことをしたということなんですけども、その後、足利氏はとんでもないアクロバティックな手法をとってですね、北朝を復興させていくんですね。はい、
この復興の、やり方がですね、まあなんていうのかな、まあとんちにもなってないというか、まあそんな形で復興したもんだから、ただでさえ光厳天皇が正統かどうかわからない、そんな北朝がですね、さらに怪しいものに変化していきます。はい、そこで幕府はだって北朝から天皇がいなくなってしまった、上皇も連れ去られてしまった、まあこの後村上天皇がえいやって攻めたわけですからね、北朝は何もなくなってしまった。で幕府としては北朝に天皇が必要なんですよ。だって自分たちは北朝の軍隊のはずなんだから、北朝をお守りする軍ということで征夷大将軍なわけですから、北朝が消滅したのは困っちゃったもんですよね。はい、かといって後村上天皇も自分たちの言う通りにはならないわけですから、でどうするかといった時にですね、ここなんですね、まあ、1代2代3代この上皇は3人ともいなくなってしまいましたよね。どうしようかという時にここをひねり出すんですよ。後光厳天皇、これをひねり出すんですけども、光厳天皇の息子を探し出すんですね。はい、寛応3年1352年、後光厳天皇が戦争、まあ、戦争というのはあの天皇の位につくことなんですけども、この後光厳天皇、これどういうことかというと、光厳天皇の子供の一人が仏門に入っていることを掴むんですね。イヤヒト王というね、イヤヒト王という方、この人を捕まえていきます。でも捕まえてきて、はいあなた天皇って言っても、三種の神器もないのに、上皇もいないのに、どうやって天皇にするのって話ですよね。何をしたかというと、ご伏見上皇の中宮、中宮というのは奥様ですね、ご伏見上皇、はい、このご伏見上皇の奥さんの西園寺寧氏っていう人を連れてきて、その人を上皇に見立てたんですよ。まあ、上皇の中でも一番上の人をね、地天の君とか言いますけども、この後伏見天皇の奥さんですよ。すいません、あなた上皇役やってもらえませんかってことで、この西園寺寧氏を説き伏せて、この人の命令で孫にあたる伊弥仁王を天皇にした、これが後光厳天皇なんですよ。だから上皇の院宣もなければ、三種の神器もないんですよ。だから西園寺寧氏ってこの人、皇族ですらないんですよね。天皇経験がないばかりか、上皇経験ももちろんないし、皇族ですらない、この人から任命された天皇なんですね。もう意味不明なことやったんですよ。だからもう何もなくなっちゃったから、やばいし、だからもう消滅しちゃったわけですよ、北朝が。それ無理やり、ただでさえ怪しい北朝が、いよいよ怪しい北朝になってしまったんですね。まあ、今怪しい怪しいって言いましたけども、結局は最終的にはね、また後でやりますけども、後亀山天皇が正式に三種の神器を後小松天皇に引き渡す、そういう南北朝合一をもって、初めてこの北朝型がですね、正当性を得るということになるわけなんです。少なくともこの1から5までの北朝の天皇はですね、そういう面においては、まあ、正当性に疑問がつくということはよく言われることであります。なんでね、こんなアクロバティックなことができたのかということなんですけど、これには、まあ、洗礼と言いますかね、まあ、悪しき洗礼が一つあったわけですよ。まあ、それは鎌倉時代にありましたよね、まさにこのあれですね、上級の変のところなんですけども、あの上級の変で天皇が廃止されて、上皇も3人ともあの島流しになりましたよね。で北条氏が困り果ててどうしようという時に、天皇経験のない皇族森定親王っていうのを連れてきて、その人をですね、上皇、まあ、地天の君に見立てて、その、まあ、その後後高倉院という院号が追号されるんですけども、普通の皇族連れてきて、その人からの命令でということでですね、その息子を天皇に立てた、それが後堀川天皇でした。まあ、ただね、この洗礼になるかどうかですけども、この森定親王は、まあ、天皇経験はないにせよ皇族でしたよね。ところが今回皇族ですらない、上皇の奥さんを連れてきて、はいあんた上皇ねって言われて、ってそれでその人の命令で天皇になるというですね、まあ、ちょっとその上級の変の時のもう無理くりのね、皇位継承が、まあ、あのこれができたんだからこれもやっちまえということで、まあ、それよりさらにひどい、状況ですけどもね、無理やりこの北朝を復興させた、それが後光厳天皇なわけですね。
後光厳天皇の次はその息子の後円融天皇が即位し、でその息子の後光松天皇の時にですね、後亀山天皇から三種の神器、後円融天皇、後光松天皇、昭光天皇ふん、こう続いてきちゃって、結局南北朝合一の後、領土を設立をするのが保護にされて、結局この後光厳天皇のま、から昭光天皇まで来るわけですけどね、まあ、ここで途絶えてしまって、須光天皇の孫にあたる後花園天皇を立てて、そこから現在につながるということになってます。ですから後光厳天皇の系譜は今もう途絶えてしまってますけど、この光厳天皇の子孫はですね、ずっと現在まで続いているということになります。まあ、ただここでね、正当性ないないないって言いましたけど、途中から南朝の三種の神器が戻ってますから、ここ以降はですね、正当性を持った、まあ、そういう流れだということを言うことができます。まあ、まあ、離れ技も甚だしいという感じですよね。はい。でですね、この後光厳天皇って3回南朝軍に京都を追われてるんですね。まあ本当にですね、この人もあの人生非常に翻弄させられた方ですよ。まあ落ち延びるって言いますけどね、戦争によって、まあ、天皇が都落ちをした例というのは基本的に2人しかいなかったんですね。まあ、壇の浦の合戦で従帥した安徳天皇、それから、後醍醐天皇ですね、足利尊氏に、追われた後醍醐天皇、天皇が都落ちするってその2人しかいなかったんですよ。ところが後光厳天皇は天皇なのに3回都落ちしてるんですね。まあ大変稀有な、まあ、怪しい怪しいとか無理くりだとか言われることもありますし、3回都落ちしてるというですね、まあそういう稀有な経験をした方です。でですね、これ北朝がまあ事実上もう途絶えてしまった時に、足利氏はこういうアクロバティックな無理くりなことをまでして、なんとか北朝を復興させましたよね。なぜかといった時に、やはり、自分たちの後ろ盾になるのは天皇なわけですよ。ですからもう事実上もうね、足利氏は力を強く持って、天皇なんてもう南北朝動乱でペンペン草も生えないって言いましたけども、上皇3人逮捕とかされちゃって、もう権威も実力もほとんどもうなくなってしまってるわけなんですね。かといって南朝だって後村上天皇もすぐに落ち延びましたからね、両方とも南朝も北朝も力を落としてしまったわけですよ。だから朝廷は力がなくなり権威がなくなったのかといったら、そうではなくて、やっぱりこの足利氏にとって天皇は必要なんです。こんな めちゃくちゃなことをしてでもなんとか復興させて、そこから任命されることによって自分たちの幕府としての征夷大将軍を、担ぐ幕府としてのですね、この体裁が整うわけなんですね。ですから、南北朝動乱で南朝北朝ともに力を落とすとはいえ、将軍家足利氏としては、絶対になくしてはいけない、存在、これが皇室なのだということがですね、改めて如実になったということなんです。でそれ以降ですね、この足利氏は天皇を独占するという手法を取っていきます。まあ、これは後々江戸幕府によって、徳川氏によって継承されるんですけども、天皇を独占するのが足利氏であると。でそれ以外の、まあ、有力者は天皇に近づいたり交渉することもできない。天皇を独占するのが足利氏なんだというね、まあ、そういうような方策を取っていきます。ですから天皇は後ろ盾であり、ここは一切他に持ってかれることはないようにということなんですね。そしてこの2代の義明、足利の義明が将軍になるわけなんですけども、まあ、その、ね、天皇を独占するというのはこの2代の時代に、確立されていきます。ですからどちらかというと高氏はほら、後醍醐天皇を裏切りましたよね。そして朝廷とちょっと距離を取ったわけです。まあ、でも京都に本拠地を置かざるを得なかったという矛盾があったんですけども、義明からは朝廷とですね、非常に友好な関係を、まあ、取るといいますか、まあ、友好というよりも接近して朝廷ごと丸がかえするというですね、ちょっとどちらかというと兵士がそうでしたよね。平清盛なんかずうずうしくも朝廷に入り込んで、ね、朝廷での実力をですね、まあ、官位を高めていったということがありました。で源氏はね、宮本の頼朝は朝廷と距離を取った。で高氏はね、
距離を微妙な距離を取ったんだけども、でも京都に本拠地を置かざるを得ない、こういう矛盾があった。で、義明の代になって、足利氏の方から朝廷に接近し、朝廷ごと足利氏が丸が替えするというね、そういうような距離感を、まあ、それがですね、室町時代の幕府の立ち位置を作っていくことになるわけなんです。これがもう性質を決定づけるということですね。はい。ですから、将軍家自体が公家化していくわけなんですよ。平氏の時と一緒ですよ。だから鎌倉とは全然違います。やっぱ将軍は将軍で武家であるというところを保ちましたけども、足利氏の場合は公家になっていくんですね。なんか義満のなんか絵とか見てると武家っていう雰囲気じゃないですよね。ほとんどお公家さんみたいな絵ですよね。ですからもうこの将軍家自体が公家化していく。そして朝廷の中でも朝廷の中での官職を高める。だから武家はそれは、ね、征夷大将軍という形で武家の統領ですよね。武家の統領である将軍が朝廷の中でもこう、地位を高めていく。そんな中で、財政的にもそうですけども、全て将軍家が丸がかえするという、そういうふうにですね。ですからこの朝廷の中に入り込んでいくんですよ、武家が。そしてどっから武家でどっから公家かっていうその境目も分かんない。だからもう武家と公家が一体となった感じですね。はい。もうちょっと鎌倉とはだいぶ違うんですね。はい。そこが大きな特徴というふうに言うことができます。この後筑後川の戦いというのがありますけども、蟹吉親王が出てきますけどね、南北朝の決戦という、ここら辺をちょっと次回、述べていきたいと思います。今日は以上です。はい、チャンネル登録をお願いいたします。